が飾ってあって、どんどん岡本のヒーローインタビューおもろかったまあまあはい、最高です。ね、まあ、まあまあ最高ですね、最高です。なんですよ、言葉が出ないんですよ。つまり本当に最高なんですよ、きっと。今日も東京です。そうです。まだまだ東京です。今日は目がキラキラ。試合に勝ったけ決まってますか。目が、村上のタイムリー出てよかった、よかった。打ったね、長打。広島捨ててないですよ。泣いてない、泣いてません。めっちゃ決まってる、ホテル連泊生活ね。なんかホテルって家に帰ったらこの綺麗になってるじゃないですか。まあ良くも悪くも。晩は晩は。小川のおじさん、甲斐さん惜しいね。いるけど親戚でじゃないですから、もう名前が名字が一緒なだけで親戚でもあるもないですから。勘違いが起こるのでね、このめあのこのコメントに残しコメント来て逆に触れない方がガチ感出ちゃいますから。ちょっと長文のメールありがとうございました。今日は思いの丈を綴ってみました。はい、これ定期ネタ、もう定期ネタですから鉄板ネタですから。このネタ好き、私も好き。この際乗っかっとく、いや乗っかっとけん。個人個人の関係をね、こう今からどうこうって乗っかるとかのもうなんかそんなノリじゃないんですよ。長文メール鉄板ネタやったんか、えそこじゃないね。そこじゃない、そこじゃない、ね。そこが鉄板じゃない、ね。ホークスの始球式で。ココアが投げたら貝バッテリーの完成やん。え、ちょっと したい。だから CS とか交流戦とか、あ交流戦でもあれマツスタジアムでやりたい。日本シリーズ CS で日シリーズでやりたいね。ごめん、メール登録してない。今からでもえんやで今からでもえんやで。今年も始球式したいけどね、言い続けろ。なんかさ、もう野球がさ、まあロケバスの中でもテレビねついてるんですけど、あのテレビがついてるんだけど、なんかね盗塁失敗したじゃん今日。しょあの割と2回裏ぐらいもう盗塁失敗した時にうわーみたいな感じで声出て、まあ一番後ろの席だったんですけど一番前らへんにテレビがあってそういう声出すからマジでスタッフさんが焦って
心配させちゃって、え、コカどうしたみたいな、怪我してなんかあったみたいな、まあ何もないんですけど、ただこう、うん、みたいなね、ちょっとね、違うね、もうそれはしょうがないじゃないですか。視力はその聞こえない、あのそのなんて言うんですか、カウントは見えるんですけど、何回とかその分かんなくて、マジで、しかも車の中と普通に叫んね、大きい声出しちゃうからさ、びっくりするよね。いや面白かった。え、今何回ですかって、ごめん、見えんって言っちゃう。マジで、まあ仕事の帰りのバスだったんでいいんですけど、よかった。こんばんは。荒ぶる私ですよ。二度目まして。コカ以前はお風呂配信だったかな。一瞬ちょっと待って。え、お風呂配信？ちょ、もうお風呂配信めちゃめ、もうそんなしてないですよ。お風呂配信？お風呂配信？めちゃめちゃオール配信してる子みたいじゃないですか、普通に定期的にしてないですよ、してないですよ。見逃した、見忘れた、いや違う、ほんまに違う、本当に違うんですよ、ここのた、いや違いますよ、人違いです、確かに人違いです、そうですね。こんばんは。次はいつですか。だからしてないんですよ。あ、落胆してください。お風呂配信はありません。はい、落胆してください。こんばんは。滝行やんないから。滝行って何よ。ただシャワー浴びてるだけじゃないもんね。滝行だもんね。昨日さ、まあ、ホテルはなんかまた別なんだな。違うんですけど、マミチューと同室でずっと2泊したんですよ。で、マミチューと2泊したんですけど、その2泊した部屋のシャワーが、なんかね、シャワーのね、こう、強さがね、こう、なんか、もう極端なんですよ。もう1か100かぐらい。もう、めっちゃ、だけど当たったところがもう、すごい、赤くなるぐらいシャーって、そうシャーって、そうなんですよ。ペッパーミルしたいけど見えないシャーって、もう痛いやつか、もう本当に刺激ゼロじゃけど、なんか霧を浴びとるみたいな、じゃけどさ、夏にさ、なんか暑いのを予防するためにさ、こう外でミスト浴びるやん、もうあれレベルの、かかってるかかかってないレベルのかしかないんですよ。もう振り切っちゃう、どっちも。だからなんか私めちゃくちゃ調整できなくて、中間でもなんか中間にしたら別に、中間にしてもめっちゃ強いのが出るか、出ながらミストが出るだからもうなんか、もう強いやつにしかするしかないんですよ。そう。切り配信、いや、あれは切り配信しても全然ね、なんか別になんか、なんとも悪い感じにならない。悪い感じじゃないって感じだけど。そう。でも、そう。で、肌がもう赤くなるぐらい痛かった。痛いぐらいのあれだったんだけど、そう、それをみちゅに伝えたい。みちゅお風呂入るときにもうシャワーの圧がもうなんか扱いづらいけ、難しいけ、圧が扱いづらいだって、難しいけ気をつけた方がいいよみたいな感じで言ったら、あの、あ、分かった分かったみたいな感じで入っていったんですけど、そしたらあのお風呂の
音聞こえるんですよ。シャーってシャワーの音が、シャーって音がね、シャーとかじゃないんですけど、ザーぐらいのシャワーの音が、そしたらもうミッチが調節してる音が聞こえるんですよ。だからかな、シャー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 みたいな、わかる。もうだから頑張ってもうあの調節してる音が聞こえるんです。それがなんか、あ、調節しとるわと思うことにすごい爆笑しちゃって、あ、もう一人で、あ、シャワーの圧を調節してる音がもう聞こえるんですよ。あ、言った通り言った通りみたいな感じで言って、そしたらなんかもう出た時に、あのみーちゅあれでしょって、なんか焦ったじゃろみたいな、あの調節焦ったじゃろみたいな感じで聞いたら、なんかいや別にそうでもない、なんか別になんかそんな焦ってないよみたいな感じでも、確実にもう何回もシャー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 みたいな、もう何回も圧をこう変えてたんですよ。だからいや絶対ね、これね、いやでも何ともない顔して焦ってないよみたいな、焦ってないよみたいな感じだったんだよね。本当なのか、私はめちゃめちゃ焦ったけど、でも痛いけど、なんかミストすぎて、もう圧ゼロすぎて、いや圧ゼロすぎて、なんか嫌だったんですよね。嫌じゃないですか。なんか時間が経ったら泡落ちるけど、なんかずっとミスト当てて、もう全然落ちない。全然落ちない。まあ。まあ、真相、まあ、遊んでただけかもしれないです。未知の言うことなら間違いないね。ミラブル。流行ってるよ。ミラブル。っていうの。ミント。あ、ミスト。ある程度の水圧は欲しい。そう。それですよ。ほんまそれよ。そうなんですよ。ミスト。ミスト。今日のシャワーはどうかな。ちょっと待ってよ。充電が切れそうなんよね。ほんまになんか接触が悪くてさ。こっちはどうかな。ミラブル、知らんかった、そんなのがあるよね。充電できたと、今日は一人部屋になっちゃいました。寂しい。昨日の2日まであれがあったっけ、人がおったっけ、道があってずっと喋ってて、充電できてるか分からん、接触が悪いよね。買ったよ、充電器。ある。新幹線に忘れて以来ですよ。充電器買った。疲れ様です。解放。今から行くよ。今から行き、向かいます。ね、今日はね、言わんわ。個室、言わんわ。お、びっくりした。びっくりした。WBC 見てた？ん？見に行ってた？行きたい。行きたかった。誰かいた？いや、いてない。いや、壁に、なんかちょっと傷ができてるから。壁に傷できてるから。大谷くんのセーフティーバントは見えなかったのかな。かなりレアだと思うけど、いや、あれ、え、もうなんかどこから見たかな私。でも結構 WBC ずっとテレビ見てました。でもダルビッシュ投手の、今永投手見たの。
見えてる。いや、すごい。めっちゃ見てた。今永は完璧すぎた、ほんと。え、最後のほんと一球なんですけど、なんだっけ、ボール、3つ出たかな、2個つ出たかな。ボールが続いてからの最後、フルカウントで最後の一球打った、投げた時の今永投手がバッチリ決まりすぎて、即父さんに LINE した。今永やばい、最後の一球気迫やべって送りました。マジ野球少年くちょっと、今永選手、ま、家族なんで、いや壁かじってない。いや今永投手、ま、父さんじゃけ、選手の今永ありがとう。いやすごいね、すごい。どうさ、今永今大会かなり調子、今永はカープにも今年基盤向いてくるかもしれん。いやそうなんよね、もう敵になったら怖いよ、どの選手も。マジでやばい。だって侍ジャパンのね、そうね、侍ジャパンに選出された、まあ鈴木誠也選手もカープってカウントしちゃって、まあカブスじゃけどカープってカウントしちゃったら、もう2人ともね、負傷しちゃって今はベンチにユニフォームですから。今永は夏休みの小学生みたいな顔してるよね。なんか少年みたいな顔されてますよね、はい。今日の MVP は大谷選手のバントよね、セーフティーバント。いやこれさ、ちょっとさ、いや結構私なんかその村上選手のタイムリーもすごい、いいな、あれなんて言うんですか、印象に残ってるし、源田選手のヒットも、なんか私、この源田選手って、怪我してなかったっけみたいな、そんな印象だったっけ、打ったってなんかびっくりして、そうだよね、怪我してるよね、何打ったよね、そういうか、そうだよね、そう、そっかやっぱそうだよね。いやそれのあのなんか頭にねあったけね、そう、すごっ、いやもちろん大谷翔平選手の、まあセーフティーバントもちゃけど、ピッチングもなんかあのピッチングはなんかね、そのお仕事中で見えてなかったんですけど、ツイッターで調べてみたりしてる。いやめちゃめちゃなんかなんて言うんだろう、なんかめっちゃ声出て、声出してね、叫んでましたよね、めちゃめちゃ聞こえんけど、音は、声は聞こえんけど、めちゃくちゃなんかめっちゃ叫んどると思って、ダルビッシュ投手もブルペンのところから見てたんですけど、おお投げるんだと思って、はい、出ました。すごいこと、こんばんは、こんばんは。めっちゃ気合入って、めちゃおもろかっただね、コカも叫ぶ。いや私は叫ばないけど声出ますよ。え、みんなも出るよね、気合めっちゃ入っちゃった。ほんまそう、いやわかる、いや今叫ばんよ、叫ばないと生きていけない。夜は我慢する、いやなんかおおとかぐらい。でも吉田正尚さん、吉田正尚さんの選手のホームランはなんか、いや、
打ちそうと思ったよこれ。やば、あねこれほんまに打った後に言ったらもう、いやもうよくあるやつね、もう打ったやつに言うやつねみたいな感じだと思うけど、マジで打つと思ったんよ。もう信じてもらえんけど、こういうのってね、後から言うけ、でもいや打ちそうって思ったんよ。なんか雰囲気というか、なんか打ちそうだなと思ったよ。1球目初球はね、なんかね自打球かなんか振って、こう自打球、あの、あるじゃないですか、足に当たる、地面に帰って、足に自分に当たるやつね、自分に当たるやつで、まあ、ファウルから始まって、まあ、ストライクカウントの1個ついてから始まって、まあそうって、でなんかもうその時点からもうなんか打ちそうだなと、先にツイッターに証拠の証拠ついね、だからもう全部にこう言っ、そうね、そう確かに打ちそうと思ったよ。吉田さんめっちゃ打つ、すごい。だから今日なんかそのヌートバー選手が出てきた時にヌーって言うじゃないですか、それがあのブー、なんかブーイングの方のブーに聞こえるかもみたいなって聞こえちゃったら嫌だよねみたいな感じのさ、なんかヌーっていう声がねたくさんあって、それがちょっとなんか話題になってたんですよ、なってたじゃないですか、それがめっちゃ実感した。もうヌートバー選手が打席に立った瞬間ヌーって言ったのが本当にブーイングに聞こえて、いやこれは勘違いしそうだよって思った。聞こえなくはない、確かに、だってぬーぶーばびぶなにぬ、そのううのさぬ、うんうん、なかなかそこで叫ぶ人がね、ほら侍ジャパンの 3,4,5,6 番誰がホームラン打ってもおかしくないから、え本当にそうよね。大谷さん敬遠っていうか大谷さん歩かせた後でももう4番バッターが続いていくっていうね、恐怖ですよね。もうピッてどんな気持ちで、なんかもうあれなんだろう。地方の21歳になる17日が誕生日、おめでとう地方。敵に回しちゃいけない、そうね、近藤の存在はでかい、出塁率ね、大谷選手の2番だっけ、大谷選手の打席回るまでにね、なんか絶対出塁してますもんね。こんばんは、ゲームみたいな大事、確かにプラスピプラスピ最強カードばっかり、いやすごいね、大谷翔平選手すごい。プロスピやってますよ、一応20レベル低いけど、20レベルからリアテンできるって、マイケンが出てる、アメトークにマイケン出てる、アメトークにマイケン出てる、マイケンさん出てる、絵心ない芸人で、芸人じゃないのにもうメジャーリーガーだよ。トミー・ジョン手術受けたメジャーリーガーだよ。絵心ない芸人枠出てる。やば。サムホー。出てる出てる出てる。受ける。マイケン・タイソン。
やしてない、ベレー帽かぶってる。いやー T シャツね、ヒーローインタビューの時の T シャツね、懐かしいな。カープ黒田さんみたいに戻ってきてくれんかな。マイケン体操大好き芸人、いやだけどマイケン体操のマイケンの部分の人なんだから、芸人じゃないから、メジャーリーガーだから。いやでもマイケンさんはね、芸人か、絵心ない芸人か。笑顔ですよ。マイキーも出られそう。え、マイキー絵心ないって言ったら怒るよ。めちゃくちゃあるからって、こだわり強いね。ベレー帽赤なのいつ、それな、やっぱりメジャーリーガー芸人、メジャーリーガー、メジャーリーガー芸人、芸人味が強い、メジャーリーガー芸人。いや赤似合うよね、やっぱりマイケン。カープ帽に見えてきた、ベレー帽が。ちょっとおしゃれなカープ帽。お母さん、絵心ありますか？あるとき。うん。ある。あるときもある。ないときもなる。ないときもある。似合ってる。お母さんは何芸人何芸人ですか。こんばんは。何芸人だろう。マイケン選手すごいな。顔芸人ね、やばい顔芸人じゃないっけ。顔の表情変わる。よく変わるかもしれない。恋ほー開拓屋の親戚芸人じゃないから、じゃないけど、もう危ない。お、メジャーリーガー前田健太、いや出ましたよ今、もう紹介されてますよ。わバリサねえ怖い。面白いな。めっちゃ怖いやけど。あ、10% 充電じゃなくなった、これも充電しよる。みんな見てる。アメトーク。こんばんは。私明日はお休みなんですよ、一日。明後日のお仕事のためにお休みなんです。仕事が入るかもしれない。遊べるかも。東京観光。え？東京観光？あ、でも夕方は5時まで暇なの。5時からは私あれ用事があるので。サムホー、
浅草寺一回できたことあるよ。スカイツリー名古屋なんか昨日でもあの一昨日 AKB 劇場にお邪魔して、あの息をする心披露したんだけど、その時にあのそれちょっとまあツイッターとかでも結構あのツイートしたり、逆にツイートしてくださったり、ファンの方がまああの話題にしてくださったじゃないですか。そしたらあの SKE のちょうどエゴさんから連絡来て、 SKE 劇場にも来たよって、会いたいから来たよって言ってくれて、エゴさんあの来てよおこ絵文字が来て、行きたいよって近くにいたマネージャーさんにもちょっと伝えてみました。 SK 劇場行けないですか、 SK 劇場でもなんかサプライズしてみますか、サプライズしてみますか、頑張ってもらって、ここは頑張って、いや私頑張っちゃっていいんですか、頑張っちゃっていいんだ、どう頑張っちゃったらいいんだろう。でもなんか劇場さんが劇場があるといいですね。なんかクラノーさんと知り合い、そうなるさんはでもリハーサル会えなかったんですよね、 AKB さんの MC だから、あの AKB さんとそのまあ私リハーサルも出れなかったから、 AKB 劇場ってどんな本番ぶっつけで出ますみたいな感じになったので、あのちょうど NHK 最後のその、 あの NHK さんの昼前直送便のラストの枠のに出演させてもらっとったんで、ちょうどその生放送終わりで行ったので、めっちゃ焦った、なるちゃんに無茶振りしとったねなるさんに無茶振りしたねやばい、キャプテンのチーム4のキャプテンですから、だからそのあの終わった後も舞台のまああのお見送りとか終わった後にもロビーとかで記念撮影をさせてもらったんですけど、その待ってる間もなんかちょっとおしゃべりしてて、そのあのなんだっけ、あえやっぱりキャプテンだったらなんかちょっと権限とかあるんですよねみたいな感じであるんですよって言ったら、そうあるよ、まあコカよりあるよみたいな感じになって、えじゃあそれってもしなるさんがじゃあもうあコカは AKB 劇場できんだって言ったら、えそうなるって聞いたら、いやそんなのなるよいやできんにせんといてってね、いやメンバーできんって聞いたことないっけ、しかも SD とかめったこんや、めったこん子ができんだったらやばい、ちょ強い、そう筋力ですよ、そんだけだからもう
コカはもう AKB 劇場入れません、立ち入り禁止でできんですよ。すごいよ。いやもうそこは、いやもう そしたらもう その話を聞いた後にもう、いやもう今日も可愛いですねって、あの機嫌取った、急にバレたこの話したけじゃろって言われた、バレた、ちょっと急すぎた、可愛いですねっていうのが唐突すぎた。いやもうパフォーマンスもいいし歌もうまいし可愛いし、もういいですねって、ただちょっとあのダメだった、白々しすぎたらしい、逆効果。まあ出来にならなかったので大丈夫です、そういうお話もしたよってだけ、ただ別になってないですよ。これを言ったらなんか出禁になったみたいになっちゃうから、そうですね、露骨すぎた。昔からなんか、うん、いつだったかな、なんかいつだったかな、いつだったかな、なんかで、あので、クラノオナルミさんじゃないですか、クノオさんって呼んでたんですよ、クノオさん。まあ勝手にそのニックネームつけて呼んでたら、あのなんかナルさんのファンの人がなんか、いや名字間違えて呼んでるから気をつけた方がいいよみたいな感じでちょっと言われて、いやこれニックネームでクノオさんってちょっと、いや分かった、ふざけて呼んでるんですよって言って、いや間違えてるからやめた方がいいよみたいな感じで言われたんで、あのあなるほどね、なるさんだけに、じゃけもう分かった、じゃあこれからなるさんって呼ぶわ、もうだけ許してって言って許してもらったんで、って感じで、だからクラノオなるみさんでクノオさんって呼んでたらダメだったけ、なるさんって呼ぶようになりました。そう、もうガチで間違えてるわこのしかもめちゃくちゃ邪魔じゃないですか、ほう、しかもでもそっちなんかナルさんの方が呼びやすいし、うん、なんかナルさんっぽいけ顔が、クラノーさんっぽくない、ナルさんっぽい変わった名字、そうなんですよ、そうナルさんファンだから、そうじゃん、確かに、そうなんですよ、笑顔ですよ、え変顔ですよ、えなんでよね、かわいい、ありがとう、そうで、あのみゆさんはあの一回ロケが一緒で、あのロケで一緒のお仕事だったい、そうで、あのそこからまああの一回お仕事とかしたらね、それもご縁じゃないですか、だからこうちゃんとそのロケでもロケ終わってもなんかこうちょっと現場が一緒とかになったら、まあ、楽屋にちょっと顔出して、あお疲れ様ですって挨拶しに行ったり、何々のロケぶりですってなんか家にね行ったりしとったりしたら、まあこう挨拶とかはちゃんと一個行ったりしとって、みゆさんもずっと仲良くしてくとって、下尾美優さんと連絡先交換しました、いやー内緒ですからね、これ絶対に内緒ですからね、もう誰にも言っちゃいけませんからね、美優さんと連絡先交換しました、コカはもうアメリカに行く、行きたい、あれね WBC 見にね、泣ける泣けるー、皆さん、そう人との内緒です、そう連絡し放題、
昨日の様子がいい、言う機会ない、言えば言うほどね、確かにいろんな人にやばい、ばらまいとる、まあいっか、まあいっか。だからそのミウさんが、ミウさん、え、てかファンの人がミウちゃん、コカの LINE 知ってるんでしょ、コカと LINE 交換したんでしょって、え、なんで知ってるのってなるじゃないですか。コカが言ってたって言ったらダメですからね。いや、噛んだよ噛んだよって、釜かけてみたんだよって言ってくださいね、その時は。はい、釜かけたことにしててください。ごいほー、そうですよそうですよ、いつもお世話になってるからね、無理ですよ、秘密、秘密ですからね、誰にも言っちゃいけないですからね、これ絶対言っちゃいけないですから、キャー、 WBC おもろし、 QR 見ましたが可愛いです。ありがとうございます。 MV もね解禁、え、男性 MV が解禁されてるって13日だけど、もう一昨日ぐらいですか、この QR コード期間さ、いつまでだったかな、22日かな、21日だったかな、2800人の人と内緒話、でも一人一人のことめちゃくちゃ信じてるから、動画見てくれました、 QR 飛ばして見てくれました、見てくれました、嬉しい。なんか朗読したんですよ、息をする心、君と巡り合って僕は楽になった、普通に息を吸って普通に吐いている、君を好きになって肩の力が抜けた、僕は僕のままで変わらなくていいんだ、好きだ好きだ、声に出してみる、声に出してみる、君が君が好きだあ、思い出した、 AKB 劇場で最前列に、あの AKB 劇場でチーム4公演なのに最前列でひなちゃんの自己紹介になったら、ひなちゃんのコールを大きい声で言う人、ST 入ってたな、いや、このね、何なんだろうね、このうわーみたいな、なんかすごいよ、でもそれできるんだよマジで、あ、これやったら、このモノマネしたらフォローされた、ありがとうフォロワー増えた、これでやばい、モノマネしたタイミング、いや、マジでこのこれができるんですよ、ほんまに、コカコールもそれが嬉しい、え、嬉しいですよ、コカって出てない出てない出ない出ない出ない、男性でも出ない男性の声ってあるんですよねこれ私出るけど私出るけど、こんばんは、全然出ない、いやでもね、できるよ、私もともと声カスカス的です、次の公演でやってくださいね。
よくわからん。めっちゃすごいじゃろ。あ、ココアか。おーか。でもめっちゃ嬉しい。でもココアって結構ね、聞き取りやすいんですよ。そう、だから嬉しいね。AKB48 劇場に出張公演は来ない感じ。え、行きたい。行きたいね。どうやったらいけるんだろうね。どうやったらいけるんだろうね。偉い人に、なるさん上に相談って。結婚してって引く？いや引かないですね。そういえば、昨日のお見送りでお母ちゃんに幕張でねって言われたので行ってみようと思います。予定作っちゃった、約束しちゃった。行きたいな。神様も呆れるくらいに2番の歌いらしいね。あ、歌わりです。恥ずかしい、ちょっと自分でやっとってなんだけど。そう、でもあれね、聞いたらなんかちょっと、ね、自分の声聞いてみたらなんかこうなのか、こんな声なのか、私こんな声なのかってなった。毎回手を挙げる速度つく悪いことする感じね。他の歌が、え、嬉しい、ありがとう。まあね、自分がね、いくら歌、お前マジ歌下手だよって言われても、自信持って歌わんとどんどんなんかちょっとあれになりますから、ね、そう思って、はい、歌声って変わるかな。コカの声分かりやすい。え、ほんまに？ほんま？いいこともあれば悪いことだって。私の声わかるかな。私がわかんないんだけど。でもさ、自分がさ、こう歌いながら、こうなんだろう、自分の中で響く声とさ、なんか外に出たら声って違うっけ。特に聞き慣れて、自分の本当の声聞き慣れてないのもあるかわからんけどね。あんまりなんかね、そのあんまりわからんね。なんかめっちゃわかる。え、嬉しい。お母の声通るからすぐわかる。MC してるときはね、声に特徴あるのはマジで、ほんまに。ほんまによく言われる。マジ、声に特徴あるんだよ、私。本当に。それだと、さすがにわかる。自分の声ね、目立つなって思うよ。でも喋ってたらね、その声好きですか。昨日もガヤ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 、ここラゾーナ、ラゾーナ奥から見てるときよく聞こえてよかった。え、嬉しい。特徴あるな、武器だよ。でも私特徴ね、あの声特徴あるじゃないですか。なんかうん、あの、なんて言うんだろう、昔よりもどんどんカサカサカサに
なってきてる、うん、カスカスになってきてるのと、でもちょっと声低くなった。昔もなんか高い、甲高い声だったかなと思う。ラゾーナ、あ、そうだ、ラゾーナどうだった？ラゾーナ川崎はね、なんかめちゃくちゃ人が多く見えるんですよ。1階、2階、3階、もう4階もまちらほらで、四方八方に人がいるのが、そうめっちゃなんかやっぱり人が、いや緊張したな、大人になってきた。ラゾーナのステージの上はそうね、結構狭いんですよ。でも、みんなでおしくらまんじゅう。リコーダーしたくなったパセリのうちね。パセが、リコーダーで桜が咲いた？あ、チューリップが咲いたか。チューリップが咲い、桜が咲いたのは今ですね。はい。チューリップが咲いたの歌を。まあ引き継ぎでやっていくんで、まあ合い子がねめちゃくちゃうまくてね、私もマジでリコーダー本当に真面目にやってたんですよ。うん、まあただその、まあ、うまいかどうかは置いといて、めちゃくちゃ緊張する場面でやらせてたからな。こんばんは。お見送り会の時、他がほんまにが可愛すぎて、ほんまにほんまにって言ったね。お見送り会、こんばんは。そう、楽しかった。お見送り会も懐かしかった。ハイタッチできんかったっけ？ハイタッチできんけど、あの感じ懐かしかった。もう近くで喋って、16に並んでみんなでっていうのが、昨日マスクなかったね。メンバーはファンの方マスク必須？みんなしてたよね。美しいその花ずっと。セットリストは息をする心フルバージョン、風を待つ、ペダルと車輪と来た道と、大好きな人、花は誰のもの、息をする心で終了。神様負けるくらいに披露したかったな。風を待つも聞けて本当嬉しかったです。ありがとう。風を待つあそこでやったのなんか懐かしかったな。楽しかった。息をするここ2回やったね。2回やった。めっちゃ緊張したよ。なんかあ、でも AKB 劇場の方がなんか緊張した。 AKB 劇場を緊張しすぎてなんか肝が座ったというか、リリーベの。リリーベは、やったりよーって感じで言った。そう。オリコン2位だってすごい、ほんまに。
についてのメールもなんか送ったしね、今日。カイコカンのメール始めてみてもいいですよ。始めてみてください。これを機なんかのご縁ですよ。じゃあみんな、私のメールを、メールをなんかプレゼンして、みんな。みんなが撮りたくなるぐらい。5時がおもろい、5時がいっぱい。てけさ、ね、毎日楽しく来るだって。やばい、5時が多め、広島弁、5時が多いから読解力上がるね。てか、だからたまに真面目た一発ギャグのメール、ちょちょ、送ってない送ってない、誰誰誰誰てか5時、まあまあまあ、5時が多い、5時と同じぐらい写真も多いで、だって写真ね、写真多い、メール多くてお得だって、歯磨き写真が来る昨日ね、ね、恥ずかしい、なんかちょっと待って、ココアの気持ちがわかる、うん、率直に書いてますからね。5時が多い、今日5時を聞いたかね、5時の単語も多いかもね、5時っていう、5時、モアメだけの水着の写真が送られてきたり来なかったり、いや今夜来たことないやろ、誰、違う人だから、それ普通のアイドルじゃ送ってこないような表情の写真が来ます、よくどんな表情、ほんとそれ、ほんとですか、ほんとに、なんとメールが毎日来るって、なあ、そうですよ、欠かさず送ってますよ、 MV とかのオフィシャも解禁されたから今がいいですよ、月半ばからでも満足できますよ、ほら、ちょっと私本当にね、昨日見てたもんね、今回の裏テーマウィンクか、ウィンクだねって、ウィンク上手くなりましたよ、昔はココア通信の返信は読んで読みますよ、サヤン、アンピ、オキちゃん、ユミコとかめっちゃ多いかも、オキちゃんとかの写真めっちゃ多いかもね、右と左で同時にウィンクできますか、こういうことでしょ、で、まばたきでき、うん、うまくなった、あ、みーちゃんも多め、確かにみーちゃんも多いね、アンナ、オキちゃん、みーちゃん、ユミコ、まあ、みち撮るじゃん、みんな多いから、みんな強く写真撮る、ラジオトーク、メール締め切っちゃう、やばい、そうだ、16日がどうなって、コカ通信で、今日までじゃん、今日まで、ちょっとあのラジオトーク特番にメールを送ってください。ちょ、待って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 。ほうじゃん。ほうじゃん。
ラジオトークの特番、来週特番にあのメールを送ってください。なんと、待ってよ、ちょっと調べてみる。どこにあるん？え、今日あと5分しかないじゃん。蛇が来ちゃダメです。来ちゃダメ。 MBS ラジオ残り5分で今日終わっちゃうんだけど、こんばんは。ヘビコン、わかんない。番組ページ。笑顔ですよ。え？トレードアットマーク MBS ラジオ、ここに特番用のメッセージを送ってもらうの。 MBS ラジオ 1179.com。 いやー難しい。こんばんは。クリバしながら侍法、懸命にヤンヤンガールズ特番教えてくれとる。お礼度ちょっとコメントしてみよう。もう今日が終わっちゃうよ。もうこれ怒られちゃうよ。WBC に夢中だった。確かに今日の夜はあっという間だった。2分でも送れる。確かに懸命送ってください。ちょっと今ちょっとこれに送って、なんか送って。ココアが急げって、あ、ココアが告知押せよって送ってください。え、つかもう58分なんだ。早いな。今日はこの後その特番の打ち合わせがありますので頑張っていきますので。ね、目の上がなんか痒いけど大丈夫かな。腫れる？腫れちゃうかも。ちょっとランキングも、ランキング頑張るね。ランキング13位ヨコ、12位スバル、11位チューチュー、10位青のり、9位ライトニングナイティエイン、8位スエン、7位マンキー、6位グラファン、5位癒し系、4位ヒサ、3位ノッシー、2位バオバブ、1
チ形跡ありがとうございます。ひっちゃくとはいつ大丈夫。このね、設定してるコメント、ここのコメントの、私の固定コメントのところに、ヤンヤンガールズ特番って書いて、ここ宛てにメール送ってください。ここ宛てじゃなくても、それ宛てに。何でも送ってください。今日の夜ご飯は何でしたとかでもいいんですから。WBC 盛り上がってますとかでも。お願いします。みんなありがとうございました。今日もね、一日、私5時に起きたけ。